皆さんこんにちは、広報校長課鈴木です。2月の初め頃はもう春が来たのかなというぐらい暖かかったんですけど、先日急に雪が降りましたよね。この時期は三寒四温といいまして、暖かい時期と寒い時期が交互に訪れる、そんな時期です。こういう時期は体調崩しやすいので皆さんお気をつけください。さて今回の豊島ののラインナップはこちら。いちご農園で働くミツバチを観察しようと、豊橋自然植物館、地球の時間、人の時間の話題をお届けします。最後に広報豊橋3月号の見どころをご紹介します。それでは初めに、いちご農園で働くミツバチを観察しよう、ご覧ください。2月20日土曜日、豊橋市東高田町にあるトヨタネ株式会社の温室では、いちご農園のミツバチを観察する学習会が開かれました。これはミツバチの働きを学ぶことで、子どもたちに農業や環境問題に関心を向けてもらおうと、子ども未来館ココニコが企画するハニカムプロジェクトの一環として開催された観察会です。今回は小学生の親子6組20人が参加しました。観察会ではまず施設のスタッフから、いちごやトマトを栽培する施設では温度や湿度などを機械が自動管理していることなどが紹介されました。こちらの圃場では品種比較試験をメインに行っております。同じハウスの同じ環境の中で様々な品種を比較することで、その品種の特性というものを見極めるための試験を行っております。施設の説明を聞いた参加者は、次にミツバチの入った段ボールが置かれたイチゴの温室に案内されました。ここではミツバチの習性などが解説され、段ボールの中のミツバチの巣の様子を観察しました。また蜂の巣の出入り口が開けられて、ミツバチが段ボールから飛び出たり戻ったりする様子も観察しました。こちらの蜂は今、花のところに行って蜜を集めています。私たちはそのミツバチの性質を利用して農業用の交配に使用しています。続いて訪れたのはトマトの温室です。こちらでは先ほどのミツバチとはまた別の鉢を使ったトマト栽培が行われています。ミツバチより一回り大きな黒花鉢と呼ばれる鉢で、花にぶら下がって花粉を集めます。参加者は花粉を集める鉢の様子を興味深そうに観察していました。観察を終えた参加者はいちごの温室に戻っていちご狩りを楽しみました。カゴいっぱいのいちごに参加者は大満足の様子でした。すごく勉強になったし、ミツバチの生態とかもよく知れてよかった。ミツバチのおかげですごくこんなおいしいいちごが取れてありがたいです。ココニコハニカムプロジェクトは、子どもたちにミツバチを通して自然や農業について学んでもらうプロジェクトです。今回4回目の活動になりますが、今日はいちご農園で働くミツバチの観察を通して、子どもたちはとても楽しそうに学んでいました。子ども未来館ココニコのココニコハニカムプロジェクト、いちご農園で働くミツバチを観察しようでした。ミツバチの役割と農業についてしっかりと学ぶことができる子どもたちがはにかむようないい観察会でしたね。さて続いては豊橋市自然史博物館、地球の時間、人の時間についてご覧ください。豊橋市自然史博物館では現在、地球の年齢を地質から測定する方法を紹介する企画展、地球の時間、人の時間を開催しています。会場には化石や鉱物標本などが展示され、億年単位の時間、
あるいは1秒をはるかに下回る後秒と呼ばれる極小の時間について紹介が行われています。はい、今回の企画展地球の時間人の時間ということで、開催しております。開催内容としてはですね、地球って結構いろんな時代、例えばジュラ紀とか白亜紀とかって皆さんご存知だと思います。今回の企画展はその数字の決め方に焦点を当てた企画展です。はい、こちらの化石は、地球の歴史時代ですね、ジュラ紀とか白亜紀とかいろんな時代があるんですけども、その時代を決める化石たちを展示しています。例えばジュラ紀っていうのはこちらにあるアンモナイトプシロセラスプラノービスというものが出現したらジュラ紀の始まりと決まっています。こちらですね。はい、地球の歴史の中に46億年前とか数字を入れるために重要になっているのがこちらにあるジルコンという鉱物です。このジルコンは鉛に変化する時間が決まっていて、この性質を利用して億年単位の長い時間の測定が行われています。はい、こちらが炭素を使った時代の測定法を紹介しているエリアです。これは豊川に架かる鴨大橋の近くで見つかった牡蠣の化石、炭素を使って年代が測定されました。この牡蠣の化石はこの炭素年代法を使って3万1790年前の牡蠣の化石であるということが明らかになっています。はい、こちらは今までの地球の長い時間を測るという技術とは全く違ってごく短い時間を測る技術に関するお話です。現在研究が行われているのがイッテルビウムという原子を使った時計です。イッテルビウムを使った時計はセシウムを使った時計に比べて10万倍以上正確になります。ですのでありえないほど細かい時間が測定できるということになります。でこちらの展示ケースにはそのイッテルビウムとセシウムを採集するために使われている鉱物というものを展示しております。この地球の時間人の時間は3月28日日曜日までの開催です。豊橋市自然史博物館ではいろんな切り口の展覧会を開催しています。予定等はホームページでご確認ください。最後に広報豊橋3月号の見どころをご紹介します。広報豊橋3月号の特集ページのテーマは東京2020オリンピック聖火リレーを4月6日に開催です。いよいよ東京五輪開催に向けて聖火リレーが始まり、豊橋市でも57年ぶりに聖火ランナーが聖火をつなぎます。今回の特集では聖火リレーのルートや見どころについて、また観覧のマナーや当日の交通規制情報などを詳しく紹介しています。この特集ページを読んでぜひリレー当日はルート沿道やゴール会場で応援をして楽しみましょう。続いては一押し情報です。令和4年4月採用の豊橋市民病院職員を募集します。募集職種は助産師、看護師、介護福祉士、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、歯科衛生士です。募集要項は市民病院管理課、市役所情報広場、市民病院ホームページほかで配布しています。申し込み方法、試験内容、試験日についてなど詳細は募集要項をご確認ください。詳しくは市民病院管理課へお問い合わせください。広報豊橋を皆様の生活にお役立てください。さて今回の豊橋ナウいかがでしたか。次回もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。